ヤボツカツクリは、キジメツカツクリ科に分類される鳥類の一種。俗名のアレクトラはギリシア語で、オンドリのを意味し、種小名のラターミーは、イギリスの鳥類学者、ジョン・ラ・サムから来ている。全長70センチメートルほど、死有動色だが、メスは、オスよりやや小さい。頭部は、赤褐色で、ほとんど羽毛がない。繁殖期になると、オスの頭部は、より鮮やかな赤色になる。 黒に近い濃い褐色の羽毛と赤い皮膚が脱出した首を持つ胸の部分に黄色い肉水がある北部地域の個体群である少し小型のアッシュ AL パーパーリーコリスはこの肉水が紫色味のある白色となるアッシュ照明のパーパーリーコリスは紫色の首を意味するオーストラリア北東部から東部海岸に沿った地域の森林や低木林に生息する 南オーストラリア州のカンガルー島に入された。植生は雑食性であり、落ち葉や腐葉土、土、砂、時には芝生などを足で後ろにかき出しながら、地中の昆虫やミミズを捕食する。その他、地面に落ちた果実や種なども食べる。稀に木に登って、木についている実を食べたり、下に落としてから食べることもある。短い距離なら、飛翔することができる。 夕方になると枝を飛び移りながら、木の上に登って、外敵に襲われにくい場所で休む。ヤブツカ作りアレクトララターミーの白色の卵。ヤブツカ作りの幼鳥溶卵は放卵でなく、不要で作成する巨大なツカに卵を埋め、発酵熱で温める。ツカは、通常5から6月に、オスが作り始め、直径4メートル、高さ1から2メートルにもなる。 繁殖期は主に9から3月であり、メスは、塚の中に、通常15から27個、最大で50個の卵を産む。その後、オスが口ちばしで温度を測り、不要を加減して、塚の温度を33から38度になる、よう管理する。しかし、その間、親鳥はずっとつきっきりで塚の管理をしているわけでは、ない。時には、リンゴやオオトカゲの餌になってしまう。 また、ボリジニが食べることもある。卵は約7週間後に孵化し、幼鳥は自力で不要土を掘り起こしながら、柄の外に出てくる。幼鳥は生まれた時から一輪で生活することができ、自分で餌を探す。住宅地でもよく見かけ、あまり人を恐れず、時にはテーブルなどにある人の食物を奪うこともある。また、餌探しのために芝生や花壇を壊してしまうことがあり。 庭の管理する際には気をつける必要がある。ありがとうございます。